はい、皆さんこんにちは、青島です。 YouTube で鉄道模型に関する動画をアップロードしています。今日はこちらの作業を行っていきたいと思います。先日購入したトミックスのキハ58系急行乗鞍、これの付属パーツの取り付けを行っていきたいと思います。では早速作業を始めましょう。はい、ではまずはじめに説明書を読みながら作業を進めていきたいと思います。1枚めくったここから付属パーツの取り付けの説明が書いてあります。台車配送機の取り付け、前面表示パーツ、ホロ枠、ベンチレーター、無線アンテナ、でもう一個ベンチレーター取り付けが書いてあって、少しこのような白抜きになっている部分、白抜きっていうのかな、枠で囲ってある部分、こちらが上級者向けの取り付けです。列車無線アンテナとベンチレーターに関してはこのようにそれぞれ取り付け方がありますので注意して進めていきます。ではまずはじめに一番簡単なここら辺ですね、ホロ枠とか台車配送機、ここら辺の取り付けから行っていきたいと思います。はい、台車配送機っていうのはキハ28と58、こちらに取り付けを行っていくようです。配送機はこの付属パーツの袋の中に入っていると思われます。こうやって丁寧にカットしていけば袋からきれいに出すことができるんですけどね、いい加減に出すからこの間みたいにビリッと破れちゃうと、気をつけましょう。どっか飛んでっちゃうといけませんからね。台車配送機はこれです。黒いものが台車配送機になります。こちらを運転台側の台車に、つけるようです。今同じ袋の中に入った付属パーツは他にホロとからジグ、透明で分かりにくいですが、ジグが入っていました。では説明書通りに行っていきたいと思います。まずはこの運転台側の台車、こちらを外すように書いてあります。キハ28の場合はこのネジを緩めて取り外すようです。キハ58の場合は動力台車ですので、説明書の別の場所にあります動力台車手入れと交換方法を参照にこの台車を取り外してくださいと書いてあります。それからもうこれすでにカットしてあるんで大丈夫なんですけど、上にもしポッチがついたまんまだったらニッパーなどで綺麗にカットしてくださいと書いてありましたが、僕の配送機は2つとも綺麗にカットしてありましたので、その作業は不要だと思います。では作業を行っていきましょう。まずキハ28からいきましょうか。ドライバーを使ってキハ28の台車を取り外していきます。はい、簡単に外れました。この時このように終電用のスプリングが外れることがありますので、これなくさないように気をつけておきましょう。刺したまま、こうしておくとなくしにくいと思いますが、作業がしづらい場合は必ず保管気をつけてどこかに置いておくことをお勧めします。配送機はこの向きだ。説明書をよく見ていただいた方がいいと思いますが、出っ張りを奥側にして、ここに小さな穴がありますので、その穴にはめ込みます。やっぱりスプリング外してやった方が作業しやすいですね。スプリングを外しておきます。はい、取り付けてきました。非常に小さい部品ですので、ちょっと力を加えすぎると破損してしまう可能性があります。ちょっと硬いですけど、そんなに無理やり力を込めなくてもちゃんと台車に取り付けてきますので、力加減は気をつけましょう。そうしたらスプリングを元に戻して台車を車体に戻します。はい、 OK。 まずキハ28の配送機取り付け OK です。まあ、同様の要領で次はキハ58を行っていきたいと思います。動力台車の手入れと交換方法は説明書の裏面に書いてありますので、こちらを参考に動力台車をボディから取り外します。ちょっとコツがいるので、初めて取り外す人はちょっと緊張するかもしれませんが、そんなに難しくありませんので、ここは慎重かつ大胆に行っていく必要があります。ボディちょっと僕の場合ですけど、これ横向きに持って台車を持つ側の親指で内側へ、このボディの内側へ台車を押し込むような形で手前に引っ張る、そんな感じです。そうすると外れます。これで OK です。ちょっと初めの頃ね、緊張するかもしれませんが、これね、変な力加えて壊れたらどうしようって思うかもしれませんが、そこはね、慣れですので、何度も何度もやってるとこの辺は力加減が分かってきますので、鉄道模型の取り扱いになれる一番のコツは数をこなすことです。まあ、こんなもんはね、まあ、こんなもんはっていうか、まあ、これは鉄道模型に限らずどんな場面でもそうだと思いますけど、失敗することもあると思います。いつも僕言ってますが、やたら失敗してます。鉄道模型壊しちゃって部品をメーカーさんに頼んだり、販売店さんに行って取り寄せてもらったりしたこともありますし、部品がなくて再起不能になっちゃった車両も、中にはあります。
そういうのは自分なりに工夫して別の部品を使って、なんとか走らせられるように、補修したものもあります。そうやって楽しんでいくものが、まあ、鉄道模型だと思いますので、まあ、壊れることもありますが、まあ、皆さんそう簡単に鉄道模型壊れませんので、よっぽど高いところから落としたりとかしなければ壊れませんので、そこら辺気をつけてやっていただければと思います。はい、キハ28と同じ要領で配晶管の取り付けはそんなに難しくないです。でこれ元に戻します。元に戻すときはさっきの逆ですね。片側だけこうボディに引っ掛けて、これかな、で内側に力を入れるように押し込むと、はい、OK、はい、台車をボディに戻すことができました。はい、続けて3番目、ホロ取り付けていきましょう。前面表示パーツは前回の開封の時にも取り付け済みですので、下のこのホロパーツを取り付けていきます。はい、ホロパーツの取り付けはまずボディを床板ユニットから外す必要があります。外し方は僕の場合ですけど、この運転台と反対側を上ちょっと斜め上にして、こんな感じでボディを広げながら台車と一緒に床板を手前に引っ張ると少し外れます。この状態で少しずつ爪を外す感じで持ち上げてあげると、このようにボディと床板が外れます。この状態でホロパーツをここにはめてあげるだけです。はい、こっちのピントの合い方はさすが早いですね。商品紹介モード、ライトがちょっとライトの当たり方が悪いですけど、はい、こんな感じでホロパーツ取り付けです。この状態で元に戻してあげれば大丈夫です。そしたらあとキハ58と65、それぞれ同じようにホロパーツを取り付けてあげます。はい、こんな感じでそれぞれの先頭車両にホロを取り付けることができました。やっぱり機動車はホロがついてた方がそれっぽくなりますね。僕はこっちの方が好みなので、全ての先頭車両にホロをつけましたが、これは本当好みですので、キハ28だけホロつけて、65と58はなしにして走らせて楽しむのも OK です。これはそれぞれ皆さんのお好みですのでね、ホロパーツ必ず取り付けなければいけないものではありませんので、お好みで取り付けていただいても結構です。別に中間に入る28に取り付けなければいけないということもありません。これ付けなかったからといってね、遊べないわけではありませんので、これは皆さんそれぞれお好みで取り付けていただければと思います。それではボディを今取り外しましたので、せっかくですからこのままアンテナとベンチレーターの取り付けを一緒に行ってしまいたいというふうに思います。はい、ということで実は、この後本当は、作業を続けていたんですけれども、この後の作業で、必要な工具を持っていなくて、途中で作業を中断しましたので、今日の動画は、ここで一旦、終わりにしたいと思います。まあ、ちなみに何がなかったかと言いますと、ピンバイスです。アンテナとベンチレーターを取り付けるのに必要なピンバイスが 0.5 ミリと 1.4 ミリのピンバイスがそれぞれ必要だったんですが、僕0.5 ミリのピンバイスは持っていたんですが、 1.4 ミリのピンバイスを持っていなくて、その次がね 1.2 ミリと 1.5 ミリしかなかったんですね。で、仕方がないので 1.5 ミリで作業を進めてみたんですが、結局やっぱり、0.1 ミリでも穴が大きいと、ベンチレーターがねスカスカになっちゃって取り付けれなくなっちゃったんですね。で、仕方がないのでゴム系接着剤でまあ止めておいたんですけれども、それ以外のベンチレーターはやはり 1.4 ミリのピンバイスで穴を開けた方がいいんじゃないかなというふうに思いましたので、今回の作業は一旦途中で終わりにさせていただきました。それとですね、もう一個ちょっとやらかしちゃったことがありまして、それはですね、この動力台車キハ58、それがですね、このキハ58の動力台車、これをまあ外しましたけれども、わかりますかね、片側のバネが少し曲がっちゃってると思うんですが、これ動力台車を戻すときにちょっと変な戻し方をしてしまって、それでどうも曲げてしまったみたいです。一応走行には問題ないので、まあ、このままにしておきますが、皆さん戻すときやっぱりちょっと気をつけた方がいいですね。終電するところなので、やはりまっすぐ、本来だとまっすぐじゃないと、やっぱり終電のその何て言うんでしょう、まっすぐじゃないと効率よくモーターに電気が供給されないと思うので、まあ、ちょっとね失敗しちゃいましたけれども、気をつけて
鉄道模型を取り扱っていただければと思います。はい、いかがでしたでしょうか。こんな感じで僕いつも鉄道模型で遊んでいる様子を YouTube にアップしていますので、興味のある方もし見えましたらチャンネル登録していただけると僕と一緒に鉄道模型の世界を楽しむことができます。今日は最後までご覧いただきましてありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。それでは。